神戸は2週間、そしてセレッソ大阪は3週間間隔が空きました。まあ、待ちわびたファン、サポートの方も多いでしょうね。2試合リーグ戦で無失点が続いたのは今シーズン初ということにもなりました。ヴィッセル神戸、その良さをここホームで継続できるか注目しましょう。今日は奥の上り里が、まあ、それぞれ2試合ぶりに先発メンバーに名を連ねました。本当に気の利くプレイヤーでもあります。その良さを今日発揮することができるか、まあ、特に梶さん、この立ち上がりは非常に注目ですね。そうですね、やはりセレッソはここ最近立ち上がりでっていうところは非常に入りがあまり良くはないので、まあ、この辺のつなぎの部分であったり守備の部分というところは非常に注目ですよね、はい、注目してこうマークはしたいですね、はい。初瀬のロングスロー、ストレート系のボール流れていってセカンドボール、入れ口体を寄せていきましたけれども、流れていって武藤の右足のシュート、流れていってこれは枠の外です。飛び込んでくるヘディングショット、アイスキーパー抑えてゴール、決まりました。先制神戸、得たコーナーキックというところで見逃さなかったですよね、まあ、ここもしっかりとね最後トゥレ選手詰めてますし、はい、ここまでは1対0、前半10分経過しました。先制したのは神戸です。大迫をターゲット、大迫に対してかなりトリミがついてますね、はい、抜けていって井出です。2人引きつけてから、おここでもつないだ宮城、宮城中、大迫ボックス内、まだボールコントロールしますが、囲んで流れたところ右足のシュート、うまく射抜きました広瀬陸斗。今シーズンこれで2ゴール目、神戸前半10分で2得点です。まあ、ここも井出選手がね、浅野選手セカンドボール拾って、ここ宮城選手と作りながら中央で大迫選手が溜めたボールに対してここ2人3人行ってますけどもね、はい、広瀬選手もこの落としからそうでしたね、ミドルでしたね。ここでしっかり引きつけて、うん、でフリー作ってからのこのシュートですよね。まあ、ここでこの大迫選手が作った時間で、やはりこうボランチであったりサイドハーフ為田選手も少し引き連れられた状態で、武藤は大迫へ、大迫、大木原、もう一度大迫へ、大迫からのクロスヘディング、うん、最後は宮代のヘディングでした。ここはハッセが蹴ります。ハッセのキック流れてきて右足を振ってきた、またここは井出口です。目安の3分は過ぎて、ここで前半終了の笛です。ノエビアスタジアム神戸からヴィッセル神戸対セレッソ大阪の一戦をお送りしています。前半終わって2対0、まあ、ですのでこう積み重ねていくもの、まあ、いろんなものが当然あるわけですよね。そうですね、その継続する難しさもありますけどね、はい。田中俊太のフォローもありましたが、落としていって中に入ってきて奥田、奥田落とす、右足のシュート、奥の狙ってきました。いい形で最後フィニッシュまで持っていきました奥野博明。当然90分のゲームの中でいろんな流れがあります。ルーカス・フェルナンデスのところ、中ネットを揺らしました。決めたのはレオセアラ、今シーズン18ゴール目、セットプレーから今度はセレッソで2対11点返しました、セレッソ大阪です。ルーカス選手のボールも良かったですし ね、ここ飛び込むタイミング、まあ、前川選手がパンチングする前ですよね、はい、ここの飛び込み早かったし高かったですよ ね、素晴らしいボールで、この入り方高さっていうところ、はい、非常に迫力ありましたし、うまさはありましたよね。1点返しましたセレッソ大阪、攻撃の起点にはなっている、そんな印象です。ここで入れ口、大迫、左は佐々木、パスにして武藤義則、武藤の左足、ナイスキーパーキム・ジンヒョン、ここはキム・ジンヒョンのグッドセーブです。昨シーズンは7ゴールだったんですが、アシストが2つはその佐々木大樹、佐々木パス流れていって、まだボールキープ、宮代体勢、ここも足で止めたキム・ジンヒョン、グッドセーブ2連発です。トリウム上がる上り里のキック、競ってボール流れて、ここで前川時間を使いながらボールコントロール、そしてここで試合終了の笛です。神戸